手があるないとかってことだけではなくて、人ってそれぞれみんな違うところがたくさんあって、いろんなこう違うことがあるから、やっぱり世の中は面白くて、美しいのだなっていうのを日々思っていて。風鈴の方、目線振り希望ある方、挙手にてお願いします。手があるないとかってことだけではなくて、人ってそれぞれみんな違うところがたくさんあって、それ人種もそうですし、いろんなこう違うことがあるから、やっぱり世の中は面白くて、美しいのだなっていうのを日々思っていて、そういったことを考えれるきっかけにこの本がなったらいいなっていうふうに強く思っています。蜷川さんのファンで、こういう世界観が好きだからちょっと見てみようとか、パラスポーツが好きだから見てみよう、新しいのが出たから見てみよう、無料だから見てみようっていう、この GO ジャーナルがパラスポーツに関わる第一歩になるかなって、いろんな人の。